戦場のお掃除を始めさせていただきます。ここにも石碑が、字がある。どれどれ、ロミチュとテン。おかしいです、この文字ブローニャのデータベースに存在しません。フカ、この文字のことを調べてくれる？了解、姫子少佐。これは神州古代文字の一種。私も先祖代々から伝わってきた古書の中でしか見たことがありません。じゃあ解読できる？はい、試してみます。後世のゆかりある者たちよ、我は神州部族の長遠帝、我が妻紀賢園はその身を犠牲に神州を脅かす魔物蚩尤をここに封印した。我が唯一できるのはここに石碑を残して伝説を記し、彼女の犠牲を後世に伝えることだ。遠帝？それって神州の伝説にある皇帝の紀賢園と同じ時代の英雄？やはりここが旧友。フカ、その続きは？この石碑に記されているのはここまでです。続きはおそらく他の石碑に書かれているでしょう。あれ見て、あっちにも石碑があるよ。急ごう。疲れを取るなら休息が一番ですよ。招かれざるお客様ですね。よっ、まだ。ご用でしょうか。ご安心ください、艦長様は私がお守りします。目標発見、目標発見。招かれざるお客様ですね。困りました。招かれざるお客様ですね。準備を完了しました。今こそ風を起こしてくれ。顔を保管しておきますね。かしこまりました。ご安心ください。いや、代わりに他に私が。目標はすらく今こそ風を起こした。任務完了、お待たせいたしました。